トットです。お願いします。ありがとうございます。温かい拍手でありがとうございます。ありがとうございます。2階席の方も手を振っていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、トットでございます。ありがとうございます。トットと言います。クワハーズ、僕はタダと言いましてですね、トットというコンビアです。はいはい、覚えていただきたい。そうですね、知らないという方ね、もうたくさんいらっしゃると思いますので。はいですか。特徴ございまして、はいはい、うちの相方ターコブがね、はい、歌がうまいんです。いやいや、なんとね、あの CD デビューしてまして。あ、これほんまなんですか。お前ら中学生か。絶対二人乗りしたらあかんよ。三人で乗ろ。いや、そういうことやなくて。あ、行こうやな、おい。いや、秋も綺麗や。めちゃくちゃ綺麗や、これ。なあ、これ見ながらバーベキューしたらめちゃくちゃ楽しいんちゃう。いいな、それ。これ。ああ。いや、それにしても、俺らが幽霊になってもう10年か。そやな、俺らが死んだんが2010年の10月1日。そやな、今年でちょうど10年や。ほんまやな、月が経つな、早いな。ほんまやな。あどうもよろしくお願いします。ガチ添削と申します。ありがとうございます。もうたくさんのお客様でね、ありがたいことでございます。ありがとうございますね。あの、そちらからの手の振りはなかったんですけど、こっちから仕掛けております。今誰か振ったんかなと思ったでしょ。違うんです、こっちから仕掛けたんです。ゼロ人でした。どうも、笑い店です。お願いします。どうも。まあ、本当でしたらね、あの満員のお客さんに入っていただきたかったんですが、はいはいはい、ちょっと今ね、少子化問題が深刻化してるみたいでね。こっちじゃないです。あ、そうなんですか。まあ、でもね、全国的に子供が少なになってるとか言われてますよね。そうなんです。どうもありがとうございます。まあ、あの、私も時間10分いただいてるんですけど、どうなさいますか。で、本当に辛いもんでございますが、まあ、まあ、1年なんかあっという間ですね。もう明日から10月ですよ、言うてるうちに11、12であともう2ヶ月や。もう本当にあっという間に、まあ、1年はあっという間に来ますが、ただこの10分が長いんですね。どうも、ウーマンラッシャーです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。ですね、この次は、丸虫商店さんが出てきて、そうですね、でその次はメッセンジャーさんが出てきますから、次出てくるコンビを先に言って、出てきた時のサプライズ感をゼロにしてやりましたね。いや、なんでそんなことすんねん。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。皆さん、何かもうだいぶお疲れですか。まるでも吐くとか砂原が残んないわけげんな。そんなことない。あの、今日のさん、本当に品がございますね。そうそうそう、本当に品がございます、ね、昨日はあまり子供たちが多かったら、もうこの前をね、子供が走り回すね、入ってるからね。やかましいやろ。もうその点、今日のお客さんの上品なことが本当本当本当上品で、笑いませんね、一向にこれ。何でどうも、スーパーマラドーナです。お願いします。ありがとうございますね、たくさんのお客さんで、ありがとうございます。まあ、我々ね、スーパーマラドーナと言いましてね、まあ、大阪でやってる漫才師なんですけどね、まあ、知らない方も、ね、いらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介したいんですけども、僕はスーパーマラドーナというコンビの武智と言いまして、ちょっと珍しい名字なんですけども、あの、武士の武を書いて、物知りの知るを書いて、下に日光の日を書いて武智と言いますよね。ありがとうございます。つついで出てまいました。あ、どうぞどうぞお座りください。でも言わせてください。遅刻ですよ。お座りください。続いて出てまいりました私なんですけどもね、まあそうなんです。いつも困難になるんです。すいません。私のことを知ってか知らずか、なんやニヤニヤされてる方が、結構いらっしゃるんで、きちんと自己紹介させてください。私、あの、以前はですね、世界の鍋厚という名前でやっておったんですけども、あ、ほぼノーリアクション。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。いや、らしい、やらしい。何言ってんの。5000円ありがとうございます。5000円最低で、ね、まあね、5000円ありがとうございます。その5000円ちゃうわ。5000円ともらえるのかな。5000円。
どうもモンスターエンジンです。お願いします。いやありがとうございます。本当ね、このような時期に来ていただきまして、そうですね、もうありがとうございます。本当に、まあ、早速なんですけども、はい、見てほしいんです、皆さんにもね、はい、相方の頭ね、すごいでしょ。41歳ですよ。シルバーに染めてます。白髪やない。どうも皆さん、はじめまして、見取り図と申します。よろしくお願いします。温かいお客様でしてね、僕ら見取り図と言いまして、普段は大阪でやってるんですけども、初めましての方がほとんどだと思いますので、ちょっと自己紹介させていただきたいと思います。僕が森山と言いまして、まあ、相方ちょっと変わった芸名なんですけど、リリーと言いますんでね、覚えて帰ってもらってですね、まあ、この相方の森山くんがですね、僕がよくね、ある有名人に似てるって言われるんですよ。そうなんですよ、はい、僕ちょっと特徴が多いもんですから、いろんな人例えられたりするんですけど、わかりますかね。どうも、アキラです。お願いします。ありがとうございますね。早速なんですけどもね、僕も結婚してまして、早くね、子供は欲しいなと思いますね。あ、そう。やっぱりね、子供は可愛いですからね。ありがとうございます。自己紹介させてください。木崎と桜井でギヨンと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのお客さんで、2階席も手打っていただけるから、ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか。手打っていただける方がいるんですよ。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。すいません、嬉しいです。ね、嬉しいですね。ありがとうございます。全員振るまでやれませんよ。ちょっと長いですね。お願いします。ちょっとね、僕は漫才じゃなくて、なんかこういうなの、わかるかな。ありがとう。あ、どうも。ラニーノーズです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ナンバーグランド花月へようこそということでね、はい、ギターを持ったコンビで、青いギターの方が須崎で、緑の方が山田でございます。覚えて帰ってください。よろしくお願いします。すいません、何度も拍手していただいて。僕ら少しギターを使ってましてね。はい、そうなんですよ。ちゃんと自己紹介をしなさい。自己紹介を。坂田敏夫でございます。ありがとうございます。あー、気持ちがいいですね。お客様どうも本当にありがとうございます。坂田敏夫から。そんな喋るシーンないわ、最初にも。どうも、さやかです。お願いします。たくさんのお越しでありがとうございます。トップバッター芸歴9年目の若手でございまして、石井と新山の男2人でさやかっていうコンビなんですけれどもね、たくさんいらっしゃってるんで、ちょっと聞いてみたいと思います。僕たちさやかのこと、ちょっとでも見たことある、聞いたことある、知ってるよっていう方、手挙げていただいていいですか。それ ありがとうございます。何か手挙げていただいて、ありがとうございます。上も。ありがとうございます。早く3人。ご視聴よろしくお願いします。陽さん入っていただいて、ね、ありがとうございます。週末で ね嬉しいですね、はい、今日ね、せっかく生の舞台ね、テレビじゃなくて、ね、ちょっとテレビで見るより私の方細いなと思っていただいた方、拍手していただいて、ね、ありがとうございます。どうも、アシアと申します。お願いします。ありがとうございます。たくさんお越しいただきましてね、すみません、朝一からどうですか、この顔は。いかがでしょう。目が覚めたんじゃないでしょうか、本当に。すみません。はじめまして、アインシュタインと申しまして、はい、僕たちはですね、はい、一卵性の双子のコンビで、誰が。皆さん初めて、我々にとって2回目で、これ2回目のお昼のお客さんが一番いいです。ノリもいいですしね、1回目はもうない朝でわけわからん感じで、3回目夕方でなんか寝てはるしね、2回目が一番、我々やる方も2回目が一番、いいということでね、言うて、ほんまは3回目も同じこと言うんやろと言われたら、グーの音も出ませんけれども。
大変な時期に来ていただきましてありがとうございます。そうですね、本当にありがたいことで。いや、もうこのコロナの時期になりましてですね、はいはいはい、もう一時は今日なんかはね、たくさん入っていただいてるんですけども、まあまあそうですね、もうね、先月なんかひどかったよね、まあ、平日になったりしたお客さんが少なくて、50人、60人やった、まあ、そんな時もあるんですよ。こんな時代が来るってびっくりしました、ね。まあ、去年なんかね、もうずっといっぱいやったから。そうなんですよ。で、何が違うか言うたらね、はいはい、一番違うのはそのお客さんの量も違うんですけど、まあそうですね。です、よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさん入っていただきまして、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、最近僕ニュースをよく見るんですけども、やっぱりちょっと嫌なニュースが多いじゃないですか、うん、気になるニュース多いんですけども、なかなかちょっと気になるのがありましてね、あのリストラ問題ね、あれがちょっと気になるんですよね、僕ね。はじめまして、吉田達也です。よろしくお願いします。拍手、ありがとうございます。吉田達と言いましてですね、はい、我々あの一卵性の双子でね、やってるコンビでございましてね、雄平と浩平と言いましてね、よかったらぜひ覚えてくださいね、よろしくお願いします。まあ、32、33歳でやってるんですよ、はい、双子や、双子や、おい。どうもおはようございます。どうぞどうもでございます。よろしくどうぞ。ありがとうございます。たくさんの方がね、来ていただいてますので、大いに楽しんで帰っていただけたらな。勝手にどうぞ。勝手にどうぞと思ってね、せっかくですから楽しんで帰ってくださいね。おまわりさん、おはようございます。おはようございます。いや、どうされたって、この街の安全を守るためのパトロールや。そんなこと言うて、どうせまた休憩しに来たんでしょう。バレた、やっぱり。どうも、ジャンパートです。よろしくお願いします。わー、たくさん入っていただいてありがとうございます。和牛でも今日平日ですからね。そうですよ、平日でも1階席もいっぱい、2階席まで、ね、今日はたくさんのお客さん、ありがとうございます。あ、ということはこれ皆さんもしかして何か団体さんなんですか。団体で来られてるかもしれないですね。からしれんこんです。お願いします。ね、出てまいりました。僕らからしれんこんと言いましてね、はい、トップバッターで行きましたけれどもね、はい、どうでしょうかね、今日もね、来ていただいておりますけど、たくさんね、はい、一体どのぐらいの方がね、僕らのことご存知なんでしょうか ね、ちょっとせっかくですからね、はい、聞いてみましょうか。聞いてみますか。いいですか、ちょっと聞いてみてもね。わかりました、はいはいはい、じゃあ、僕たち、はい、からしれんこんのことを、はいはい、知ってるぞという方、あ、どうですか、もしくは知らないぞという方、手を挙げてください。全員挙げるやろ。田中先生、お願いしますね。いやいや、すごい。いっぱい入っていただいてありがとうございます。嬉しいです。これだけ集まっていただきまして、頑張ってやっていきましょう。ね、本当に嬉しいですね。本当、今日はね、感謝しております。うん、足元悪い中ね、雨は降ってませんけれどもね、これ雨降った時にやってくれますけどね。頑張ってやっていきます、我々ね。トップバッターですから。全然違いますけれどもね、トップバッターではございませんけど。トップバッターぐらいのつもりでね、そういう気持ちでね、今から始まるぞという気持ちで我々はやっていきたいということなんですけどね。どうもこんにちは、ギャロップでございます。ありがとうございます。足元の悪い中、ようこそ、いていただきまして、本当ありがとうございます。本当にもうね、すいません、もうこんな頭のやつがね、もう出てきましたけど、ね、僕のことはいいんですよ、もう。ありがとうございますね、本当このコロナ禍の大変な中来ていただきまして、本当にありがとうございます。もう嫌ですね、もうコロナ嫌やわ、長いですわ、もういいでしょ、本当に。まあでもね、もうコロナ嫌やな、嫌やなって腐っててもしょうがないんでね、なんか自分の中でいいことはないかなと考えました。変な言い方ですけれども、このコロナになって何か僕にとっていいことはないかなと考えました。あらら、たくさんのお客様に入っていただきまして、ありがとうございます、ね、プラスマイナスというコンビでやっておりますけども、ね、もうソーシャルディスタンスに協力していただきまして感謝でございます。これね、飛ばごめんなさい、すいませんね、喋るの苦手でして、はい、すいません、さっき言うときます、はい、飛ばしでね、すいません、はい、ど
もチュートリアルです。よろしくお願いします。ありがとうございますね。アクションありがとうございますね。こんにちは皆さん。あの得意ですどうも。あのってない、あのってない。ね、もう温かいね、もうありがとうございます、本当に、ね、もう優しいお客さんで ね本当にもう。どうもミルクボーイです、お願いします。ありがとうございます、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます、手を振っていただきました。ありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます、2階席もありがとうございます、ほんまにね、すごい昭和の政治家さんみたいなね、銀シャリです、お願いしますね、頑張ってやっていきたいと思います、ありがとうございます。いや最近ね、ちょっと思うんですけどね、何ですか、あの子供の頃にやったりってね、はいはい、なんであんなわけわからんことで盛り合わせたんだ、まあ、子供ってそういうもんですからね、わけのわからんことが楽しいみたいなありますから、まあ、皆さんも昔やってましたよね、こうじゃんけんして勝ったら進んでいくみたいな、なんかね、勝ち方によって進み方が違うみたいな ね階段とかではありました。ありがとうございます、ようこそお越しいただきました。もう空席以外は満席でございまして、ありがとうございます、もういっぱいでございますが、台風が来てまして、こういうコロナ禍の中でなかなかこういうところへはお越しいただけないんでございますけど、そういう時でもこう駆けてくるということは、もう日頃から我々吉本の芸人のことを愛すれば個性やなって、今も楽屋で、今日お越しのお客様方は本当に我々を好きでいてくれてはんねやな、なんてことを楽屋で今全員で、話し合ったわけではないんですが、どうもまたさん、ありがとうございます、2回もありがとう、おさむちゃんです、いやー、1回も2回までありがとうございます、この大変な時期にね、そうそう、本当に来ていただけるって本当にね、もうこと感謝の気持ちしかないです、本当に言葉でも言い表せない、ありがとうございます、嬉しいです、本当に嬉しいです、お芝居まで大いに楽しんで帰ってください、そうしなさいどうもこんにちは、どうもです、どうもこんにちは、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、すごいな、うちわも作ってきてくださったんですね、ありがとうございます、ありがとうございます、いや本当に今日はたくさん入っていただいてありがたいですよね、もうで何よりもすごく元気なお客さん嬉しいです、いややっぱ嬉しいですよね、こんなもう変な時期にありがとうございます、いや今来ていただくお客さんってやっぱ貴重ですよね、いやそりゃそうです、おはようございます、すごいですね、もう朝の10時から、はい、皆さんが来るから僕らも来なければいけないんです、はい、びっくりですよ、嘘です、もうでも朝の10時からこんなに嬉しい、嬉しいですね、朝の10時からなんで笑おうと思うかっていうのも分からない、嬉しいですよ、来ていただいてね、ありがとう、どうもありがとうございます、いややっと目当ての人が出てきまして誰も言ってへんがな、それいやじゃないですよ、まあ僕らのカウカウと言います、カウカウと言います、もう早いもんで2人、とも今年で46歳になるんですけど、まあそうなんです、見えな誰も言ってへんからだろ、いやありがとうございます、いやもうね気分、ありがとうございます、いや嬉しいですね、はい、もう本当大盛り上がりで嬉しい、ありがとうございます、すごいね、いやもうちょっとなんか鳴り止まないね、いや鳴り止んでますよ、どうもこんにちは、よろしくお願いします、たくさんのありがたい話ですけどもね、ありがとうございます、天文記念ありがとうございます、よくあのクイズ番組出てるんですけど、ご存知ですか、ご存知ですかね、見たことありますかね、お疲れ様でした。